クルゼーロ・エスポルテ・クルーベは、ブラジル・ミナス・ジェライス州の州都、ベロオリゾンテを本拠地とするサッカークラブである。1921年1月2日に、イタリア系移民たちによって、SE パレストラ・イタリアのクラブ名で創立され、1925年までは、イタリア系移民のみを受け入れていた。当初のクラブカラーは、イタリア国旗と同じ白、緑、赤だった。 第二次世界大戦でブラジルが連合国側についたためイタリアを連想させる組織は解明を強制され1942年にクラブはクルゼーロ EC へと改称した。クルゼーロとはブラジル国旗にも描かれている南十字星を表す。この時にクラブカラーも青と白に変わった。カンピオナーとミネイロでの優勝回数は同じベロオリゾンテのライバル。 アトレチコミネイロと共に突出している。2003年シーズンにはカンピオナーとブラジレーロセリエ A に初優勝した。この年にはコパドブラジルとカンピオナーとミネイロも制しており、ブラジルサッカー史上初めて三冠を達成したクラブとなった。国際舞台では1976年と1997年の2度コパリベルタドーレスに優勝して南米チャンピオンに輝いている。 ブラジル全国で6番目に人気のあるクラブで、ミナスジェライス州で一番人気のあるクラブである。ホームスタジアムのミネイロンはアトレチコミネイロと共用している。チームの愛称、マスコットはキツネである。クルゼーロの最大のライバルは同じベロオリゾンテを本拠地とするアトレチコミネイロである。この2チームの対戦はスーペルクラシコミネイロと呼ばれている。また、 アメリカミネーロともライバルである。ミネーロンでのクルゼーロ対コリンチャンスの試合中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。